その膝をクロスに、背筋を伸ばしながら腰は高くして、低い姿勢なんだけど背筋はしっかり伸ばす。そう、そうすると足首の伝達が良くなる。足首は動いて力の伝達がスキンにしっかり伝わるようになる。 OK。 腰が引けてるね。ポジション気をつけて、腰がちょっと引けてる。ちょっと腰が引けちゃってる。腰高くして、いつでもつま先が抑えられるようなポジショニングね。足首曲げようとすればするほど腰が落ちてるっていうか、ね、もっと腰を高くしないと。もっと腰高、翔吾もっと腰高くしてやって。高くして、それでしっかり外スキーに乗るようにしないと、テールのやっぱ押し出しになっちゃうね、あれだと。もっと外スキーしっかり乗っかって、一番初めに言ったターンの外側の腰を外スキーにしっかり乗せるように意識すると良くなります。今良かったよ、途中まで。お、だいぶでもスキーをこう乗りが去年よりも良くなってきてると思います。そう、落ち着いて乗るように、曲げ曲げじゃなくなってきてる感じがします。そう、今の感じで角をもうちょっとこう調整で、角付けの角度を調整できるようになると、もっとこの深さの調整もしやすくなるかな。お、うまい。上の方が良かったですね。下の方ちょっと腰が引きやすくなってましたから、上の感じです。このエクササイズは肩のラインとかクロス、膝手やるだけで肩のラインが修正できるんで、結構使えます、これは。いや、ピントが合わない。暗いからピントが合いにくい。ちょっとやっぱスキーの先開きやすくなっちゃう。少しやっぱ後ろになっちゃってるんで、スキーの先は開きやすくなっちゃってるんで、それ気をつけましょう。お、今いいターンしたね。あ、今良かったよ。今良かった。そうしたら上行ってストックを今度取ってください。スタートに集合します。腰がやっぱし落ちやすいね。